3回とかやるだけでももう別人なんですよ。人生変わるレベルで違うみたいなんですよ。はい、皆さんこんにちは、モツクリニックの北条です。今日はですね、豊胸ですね、コンデンスリッチファットを使った豊胸をなさった方のご案内です。今回の方は25歳の女性で、身長と体重はこんな感じ、2回された方ですね。で、早速写真ご案内しますが、3ヶ月後の写真で、2回目が2回目終わってから1ヶ月後の写真なので、1回目の時は結構もう落ち着いてらっしゃる。2回目の終わった1ヶ月後なので、ちょっと右胸 と、 こうちょっと鎖骨の下に内出血が出てますけど、これは手術の影響によるもの で、 でこの方1ヶ月後に内出血が残ってる方っていうのはそんなに多くはないですけど、まあありますね。なのでだいたい2週間ぐらいで、ね、ほぼ見えなくなっちゃう人がほとんどなんですけども、まあそれを2、4週間後1ヶ月後にも、ちょっとぶつけたあざみたいに写真のようになる方も中にはいらっしゃる。吸引したところもこういうふうに2週間は目処ですけれども、1ヶ月ぐらいした後にあざのようにピンポイントで濃かったところがちょっと残ってるっていう方もいらっしゃいますので、それもしなったとしてもですね、心配なさらずにお待ちください。これも当たり前ですが、もう消えていきます。入れてる量は一緒です、1回目と2回目。2回目のを増やしてるわけじゃないんですが、なんか大きくなってる割合が2回目の方が大きくなってるようなイメージありますよね。ベースが大きい方が大きくなりやすいんですよ。簡単イメージしていただければわかると思うんですけど、砂場で山を大きいのとちっちゃいの作って、上から同じ量の砂かけて大きくしたら、大きい方が大きくなりません？ベースがやっぱりしっかりある方の方が大きくしやすい。なので今回の方のように1回目と2回目とやっぱりこうね、割合が変わっていると思います。あとは2回目の方が入れやすいです。やっぱり1回目でしっかりと1回皮膚が伸びる。なので授乳とかね、一度胸が大きくなったことがある方の方が大きく、僕たちのイメージですけど、大きくなったことがある人の方が入れやすいし、結果も良好だと思う。採取する場所、いわゆる脂肪が取れれば、取れた分豊胸が可能ですので、3回とかやるだけでももう別人なんですよ。で、その方たちにお話しして、やっぱり人生変わるレベルで違うみたいなんですよね。服も下着も含めてですけどね。なのでちょっとそういうことに考えてらっしゃる方はぜひ、するかしないかはご本人の考えていただいていいんですけど、そういうことがあるよ、ね、そういう可能性というかね、できることがあるんだということでご相談にいらしてでもいいかなって思います。今日はコンデンスリッチファットを使った豊胸を複数回なさった方のより詳しいご案内でした。ぜひチャンネル登録をしてご覧ください。また高評価いただけると嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。失礼します。